えっと、いい今回もう一本「東京グール」というところでこの漫画をちょっと読んだので言いますただこの漫画ね長いんでねこれまだ今のところ1巻だけ <laughs> ということでまあ一応4巻まで先日買ってきましたのでまだ4巻まで読みますけどとりあえず映画も見たんでねこの映画も自分の場合ね映画が先だったんですよ映画を先見てあとから今漫画読んでる最中なんで。 まあどうもこれで見るとうんあの何、ー、て言うかなちょっと若干ねまあなんかテレビアニメもあるみたいなんですけど、まあ、これあの何、ー、て言うかなあアニメも見たかそういえばアニメも DVD 見,見たんですよねあの映画も見てアニメも、うん、初めの方の DVD 見ました。ということで「まあ、東京グール」ということで、あのー、このグールとは何かというと、まあ、あの食種ということで食べる種類ね。 結局今人間っていうのはあのー、前回のアジンにもあったんですけど、まあ、一番植物連鎖の一番ねこれのここ上ということで人間がその下のも食べていくという今のところまあトップにいるというそういうおごった考えなんですけど実際は違うということでりさらにまた人間を飼って狩るってあのこうやって狩りうで人間を飼って食べちゃう人たちがいると。 そういう生物がいるということで、うん、まあ表向き人の形をしているんですけど、まあいろいろ変身するということでね、まあそう設定になってます。このね、大変これ優れた設定でして、なぜかというと、まあ何ていうかな、あのー、普通ねあれなんですよ。あのー、常識が言うと。 まあ、ありえないということを思っちゃうかもしれないですけど実際はねあるかもしれないんですよね。うん、あの人間のねあのこう体を食物としているそういう生物が、はい、我々だって結構牛とか豚とかねそういうのにとってみれば非常に意外な存在ですよね自分たちを食べ物にしているという。 大変珍しいというか恐ろしい立場ですので,でよくスーパー行ってなんかこのステーキのこの肉をうまそうだなとかでもちょっと値段高いから買えないなとかこの豚の今日はこれにしようかなということでねのそのを見るとこういういざれが垂れるというかまあ鶏なんかの肉もありますけどうんだからそういう感じで我々を見ているそういう生物種があってもまあ まあ宇宇宙宙大きいですからねこの宇宙は銀河系なんかほんとずかなもんですから全宇宙で考えたらそういう職種がいても無事に不思議じゃないですね全然それは。うんまあ、人間は人間を、まあ、原則的に食べないという建前になってますから、はいあのー、味は分かんないですけど、うんまあ、我々が、あのー、食べてる他の動物の肉みたいな感じでね案外ちなんかもあのドラクエ <laughs> あの吸血鬼じゃないけど、美味しいかもしれないしね。まあ、それ美味しいという。ね、その骨付きカルビみたいな感じで、あの美味しいという。そういう生命体がいても、まあまあそれは不思議ないです。まあ、そういう常識を突破してくれるという意味では大変あのいい漫画家だと思います。で、これはねえっ、ー、と。そのどうしても人間の肉とか。 食べなななくくちちゃいなない方たちを書くととうことで、あのー、人間の持ってる横暴さみたいなこととかなんかそういうなんていうかな、あのー、こういう人たちの苦しみみたいなね、うん、ことが、あのー、書かれているような感じがするんですけど、まあ、やっぱり人間ってねそう立場が違うと当然思考も違ってくるので、あのー、まず物的な環境環境があって でそののの上にちょっっとした自分の思考がててくるのであって逆はないですからね逆まあ逆はあるかもしれないけどとりあえずこの一般的なそのねえー、と引き寄せ法則だそういうのはまた逆なんですけどまあとりあえず一般的な8割9割の人の人,の人生でいうとまず物的な環境があってその上に感情が乗っかってくるとまあねいうふうなんでやっぱりとそれでいきますとその グールの人はグールの考え方だし人間は人間の考え方で行動するということでよって立つね足場が違ってきちゃってるんで考えも違ってきているとこれ逆にするとまた同じようになるというそれぞれが別にまた考えると思うんですけどそうなります。であのそういう観点からねちょっと思考をと飛ばしてみると例えば。 うんとこの地球上を、ねまあ観察している観察しに来る宇宙人みたいなもし存在がいたらこの人類をどう思うのかということですよね、まあ、人類をまあ変なやつらというふうに思っておそらく見てると思うんですけどひょっとすると何かこう実験動物みたいなね観察動物みたいな目で非常にあのこう冷静にね見てるかもしれないです。あの、まあ いい宇宙人はおそらく環境にはタッチしない文明にはタッチしないと思うんですけどまあそらくぐん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 入り込んでいる方たちも見ると思いますんでまあその辺はまああれなんですけどあの何て言うのかなまあ僕たちが考えてるような人類じゃないやつです。なぜこんな奇妙なことをやってるのかとあるいはあの恋愛なんていうねそういう非常にまどろっこしいことをなぜやってるのかとね好き嫌いな感情とか。 あの理性があんまり働いて,てない部分とかね「あの惚れた」とかってあのあっとホルモンじゃなくて「ホれモン」というのがいっぱい出ちゃってあのなんかこんな相手をこんな風に大きく見えちゃってなんか好きだ好きだなんてなっちゃってそういうのも宇宙人かかかからら見たら大変おかしな感情もまああの生殖する時にもね、まあ、その恋愛感情が大事というかそういう人間の感情みたいな部分。 それも宇宙心からしたら,ちゃんちゃらおかかししいいもしれないですただ人間にとってはねやっぱりそういう男女とかあるいは男女関係なくその惚れたハレだも感情あるはずですのでね大変その感情が動いたということになると大変その感動っていうことにもつながっていくしいいと思います。まあ自分人間なんでね、うん、だ人間の思考で考えますけどねいろいろとそういうことをねはい。 はいじゃあ今回は、えー、皆さん是非読んでおくといい漫画、えー、今私もどんどん読み続けてますけど「東京グール」それから、えっと、この漫画アニメーションも結構いいですそれからあと実写版映画これが結構グーです。あの自分で期待せずにねあの ちょっと失礼だから見たんだけどすごく良かったです映画もなかなか本当にいい雰囲気出てましたよもうん、あの映画は結構ねうんあのー、かなりいいそれは <laughs> 皆さん見てねおそらく DVD で見れると思いますので見てくださいうん、あのー、満足できるはずですはいではこれで失礼します。